マッタアブス・スベイリエは、ノルウェー王、オーラブ5世の日。オーラブが即位する前に亡くなったため、王妃とならなかった。スウェーデンの王族であるベステル・イエートランド・コーカールと、その日である、デンマーク王女・インゲボーの次女として、ストックホルムで生まれた。ベルギー王妃、アストリッドの姉にあたる。1929年3月に、重帝にあたるノルウェー王大使、オーラブと結婚。義父は、 デンマーク王子として、イギリスのバッキンガム宮殿で、モード王女と結婚式を挙げたため、ノルウェーで、ロイヤルウェディングが挙行されるのは367年ぶりだった。結婚後は、子供たちのために服を自身で縫うなどの姿が、国民の共感を得、人気も高かった。1930年、南極のドローニングモードランドの海岸の一部は、マッタを記念し、 プリンセス・マーサ・コーストと命名された。ノルウェーの王族にちなんだ名前の海岸の中で最も広大な海岸である。1939年にはアメリカを訪問し、アメリカ大統領フランクリン・ルーズベルトと、夫人エレノアと交友関係を結んだ。1940年、ドイツ軍がノルウェーに侵攻すると、ギフ・ホーコン7世と、王大使、オーラブは交戦するが敗退し、 イギリスへ逃れ、そこで亡命政府を樹立した。マッタは子供たちを連れて、古国スウェーデンへ亡命した。マッタ母子を受け入れることで、ドイツの侵攻を受けると恐れる、中立国スウェーデンでは歓迎されたとは言えず、また、ドイツ軍と、傀儡政府がギフラの権利を剥奪しわずか3歳の、長男、ハーラルを、ノルウェー王にしようとしていることを知った。さらに、 スウェーデンに多数存在していた、シンドクハラも息子を引き渡すように圧力をかけてきたことに、身の危険を感じたマッタは、アメリカ大統領夫妻の招きに応じて、フィンランドからアメリカ海軍の軍艦でアメリカへ向かった。マッタと子供たちはまず、ホワイトハウスに数ヶ月、その後もワシントン DC に住んだ。彼女は、赤十字の活動に加わり、 ノルウェーの求情を訴えて連合国の援助を求めた。その姿に多くのアメリカ人が感動し、アメリカ大統領フランクリン・ルーズベルトは、ルック2ノルウェーと題した演説を1942年に行った。ルーズベルトのマッタへの敬愛の情は非常に深いもので、ルーズベルトにとっては最後の恋愛感情の対象でもあったのではないかと、息子のジェームズ・ルーズベルトは十回している。 対戦後、帰国したマッタを、国民は、国母として熱狂的に迎えた。1954年、癌のため53歳で死去。ありがとうございます。